石原夏子です、今日はガイアックスの上田社長にお話を伺ってみたいと思います。上田さん、よろしくお願いいたします。ガイアックスの上田でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。上田さんにはお話を伺いたいことが山ほどあるんですが、今日はあえて、食×シェアリングエコノミーというテーマでお話を伺いたいと思うんですけれども、上田さんご自身は24歳でガイアックスを起業されて、30歳の時に上場も果たされたっていうことで、ご自身の会社もどんどん成功されていますが、また新たにシェアリングエコノミー協会の代表としても活躍をされています。2030年でしたっけ、もう11兆ぐらいの市場規模になると言われているシェアリングエコノミーですが、具体的にシェアリングエコノミーっていうのはどういう意味があるか教えてください。シェアリングエコノミーというのは、これまで通常のエコノミー、通常のビジネスっていうのは、企業さんがエンドユーザーさんにサービスを提供してお金をもらってましたと、これが大体ビジネスのスタイル、こうなんですけど、シェアリングエコノミーは、このユーザー側が、ユーザーさん、隣に住んでるユーザーさんにサービスを提供してお金をもらうというのがシェアリングエコノミーです。わかりやすく言うと、最近だったら、例えば駐車場のシェアとか。近い日本語は助け合いです。助け合い事業？そうですね。これまで知り合いとか家族には無償で、提供してた、サービスの提供部で無償だったんです。で、有償になった瞬間、コンシューマーの方がコンシューマーの方にサービス提供して有償でお金を取るっていう枠組みがあんまりなかったわけですよね。いきなり途絶えて、企業からサービスを受けるっていうだけだったんですけれども、シェアリングエコノミーは、そのコンシューマーからコンシューマーに何かサービスが提供されて、無償の時もあるし、無償じゃない時もあるし、すごくディスカウントされたプライスの時もあるし、正規な料金を取る時もあるし、でもともかく消費者が消費者にサービスを提供する。で、駐車場とか自分の駐車場は終わってるんで、隣の家に貸す、近くの家に遊びに来た人に貸す、こういったものは完全にシェアリングエコノミーになりますね。この数十年の間に市場がどんどん大きくなっていくっていう背景には、やっぱりそれがインターネットとこうつながってるっていうか、そういうサービスが増えたからっていうことですか？もうまさにその通りです。例えば日本人が普通にインターネットを使うようになり、常時にインターネットで情報を共有できるようになったんですね。もしも初めから全国民が全国民とつながってたら、企業なんてここまで必要ではなかったと思います。例えば駐車場一つ取ってももういくらでも余ってるので、駐車場の会社が必要なのかっていう話なんですよね。今少し攻略されてますけど、それこそ、いや僕今日駐車場を持ってて、僕車乗ってるから駐車場に車止めてるんだけど、今日から3日間ちょっと北陸に遊びに来ますと、今日の夕方6時からその例えば月曜日の昼12時まで空いてますけど誰か使いますかって言って、これまでのその1世代前のコミュニケーションの枠組みだと、その駐車場を欲しがってる人にそれが届けることができなかったんですね。でもインターネットが普及してきて、それこそちょうどその町に遊びに来た人とコミュニケーションが取れるようになってきたので、あ、だったらそこ貸してよ、どうぞどうぞっていう風になってるのがシェアリングエコノミー。さっき言ったその駐車場であるとか、あと車のシェアがあったり、オフィスのシェアがあったり、本当に最近だったら、旅行する時の、今ちょっと行きにくいけど全国世界のお家で住めるような、そういったサービスもある中で、食に関しても実はウーバーイーツもシェアリングエコノミーで生まれた事業の一つなんですね。そうですね、ウーバーイーツもシェアリングエコノミーです。あれをお願いしているのは宅配業者さんに宅配をお願いしているのではなく、あくまで個人さんにお願いしているし、個人さんも自分が暇な時に Uber Eats 立ち上げて、今暇だけど運ぼっかみたいな状態にしてるというところです。
ただあの Uber Eats とはいえども、あのシェアしているシェアリングエコノミーの部分はメインは運送の部分、配送の部分がシェアリングエコノミーになってるだけで、食べる部分には Uber Eats は、特に日本の Uber Eats はあまりシェアリングエコノミーの要素は入ってるとは言わないと思います。要は企業がコンシューマーに対して食品を提供している現レストラン産業から配達しているので、海外で見ますとそこの部分も含めてシェアリングエコノミー化が進んでいるのが現実でありますね。なんか身近なところだと、こう近所のおばあちゃんがタケノコ煮るのがすっごい上手だから、ちょっとタケノコ煮といてとか言ったらいいよってくれるけど、その代わりに私が作ったなんかおはぎかなんか持ってって交換するみたいな、なんかそういうことがもっとこう食のシェアリングかなみたいには思えてたんですけど、今日本国内でもいくつかの食のシェアリング事業っていうか、あのビジネススタートしてますもんね。そういう意味ではほとんど日本ではスタートしてませんで、例えばあの民泊っていうのは日本も解禁されて日本でも少しずつ普及はしているんですけれども、うん、あのライドシェアって日本で全く普及してないじゃないですか。あ、ライドシェア？ライドシェア、例えばタクシーのライドシェア、うん、はい、海外だと普通にちょっと家から駅まで行こうかなと思ってアプリ立ち上げたら、うん、それこそもう向かいの家で暇してる人が、うん、連れてって、あ、俺 OK よって言ってくれるんですけども、ね、日本はそれが許されてなくて法律で禁止されてるんですね。でもはやアジアで禁止されてるのなんて、もう本当北朝鮮と日本ぐらいじゃないかと思うんですけども、それ以外の国はみんな OK 出してるんです。それと同じように食の分野に関しましても、多くの国では僕が作ったご飯誰かにお裾分けしますよ、まあまあ300円とか500円もらえますかみたいなのがごくごく普通に行われてるんですけど、日本だと法律で禁じられてて、そういったことがサービスとして提供できていないんですよ。海外あれ何ですか、フィースタイルだったかな、イートイズありますよね、いくつかね。そうですね、うん、気軽にこう食べれるような感じのサイトみたいなアプリかな。上田さんたちも多分出資して応援されてるのがタダックさんでしたっけ。はい、タダックさんのサービス、タダックのサービスは、外国人の方々が作るお料理を体験しながら食べることができるっていうサービスですよね。そうですね、外国人の方が作るものを食べに行くサービスだと日本の法律上は不可能なんですけれども、料理教室という形で一緒に習って一緒に作って、でそれを食べるというのは日本の法律下でも問題ありませんので、そういったような立て付けでサービスをさせていただいています。タダックは今、アプリから申し込みができるんですけど、このコロナ禍にあって何か変化したことってあるんですか？そうですね、コロナ禍だとどうしても新しく我が家に人を招いて料理教室しますという登録は少ないですけれども、うん、一方でいやこれまでもう半年間よく行ってましたと、うん、まあ、人の家だったら大丈夫かなって言って、うん、コロナ禍になったからといってそこまで減りはしてないなという印象はあります。ただやっぱり新規でやるかとか新規で増えるかっていうと、やっぱコロナ禍では少し増えづらいなとは思ってますね。まあ、でも従来の関係性の中で、まあ、そういう形でまた継続されてるっていうことですもんね。そうですね、はい、そうそう、キッチハイさん、え、キッチハイでしたっけ、キッチハイクさん、うん、キッチハイクさん、キッチハイクさんはもう今オンラインでも結構食材取り寄せながらみんなでオンライン飲み会みたいなのされたりとか多分されてますし、あと食べてさんとかありますよね、食品ロスを軽減するようなサービスされてたりとか。で、ね、まだまだまだ日本国内では普及というか広がりがまだなんですね。そうですね、もちろん今おっしゃられたような食べてさんみたいな形で、まあ、飲食業法にのっとってそういった法律を持ってらっしゃる方が余った食材を安くいる人の方に届けるとかっていうサービスは出てきていますし、それは問題ないです。ただ食べるということに関する業界ってやっぱり大きいのがやっぱ外食とか中食じゃないですか、
この外食とか中食のシェアリングエコノミーは法律上禁じられてるっていうのが大きいっていう話ですね。僕が例えば石原さんのご自宅に行って、石原さんがご飯を僕に提供して、僕がごちそうさまでしたっつって3000円払うというのは日本の法律では許されてないということですね。僕が同じマンションの3階ぐらい上のところ行って、あのカレー売ってくれるって聞いたんですけどって聞いて、500円置いてカレー買って、あの自分の部屋で食べるっていうのも許されないってことですね。そうですね。ただ私たちからすると、これだけそのお料理が上手で、ただお仕事としてではなくって、家庭の中で、まあ言ってみたら主婦をされながら、そのお料理もプロのように上手な方とかいっぱいいらっしゃったりとか、あの子供たちが大きくなるまではいっぱいご飯作ってたけど、子供が巣立ってったら食べる人がいないから作らなくなったみたいな、そのいわゆる料理の職人技持ってる主婦の方とか、まあ、もちろん男性でもいると思うんですけどね、料理上手の方って、なんかそういう方たちの能力とかをちゃんと価値をつけてご提供できる機会を増やすためにも、食のシェアエコっていうのがこう増えていけばいいなとは思うんですけど、そのためには法的ななんか改善をまだまだしないといけないっていうことですね、見直しというか。はい、その通りです。あのまず日本人におけるその感覚がいろいろな部分でずれていましてですね、あの違法はダメだっていうのがすごくもう頭に来てるんですね、うん、もう物事の頭に来てるんです、うんうんうん、違法がダメだって言いますけど、その結局50年前の法律なわけですよ、うん、例えば民泊が法律が制定されました、うん、そうすると我が家に人を泊めるっていうのは法律上政府になりました、うん、じゃあ法律ができる1日前までは我が家に人を泊めるっていうのがどれぐらい邪悪なものなのかという話なんですよ。例えばですよ、その旅館っていうのはあのたくさんの人が泊まってらっしゃって、火事が起こった時にたくさんの人が焼け死ぬとかって許されませんから、防火施設がどうだとか防火カーテンがどうだとか、うん、その消火器がどうだとか、いろいろなルールがあるわけですよ、うんうん、でそういったルールを無視して旅館を建てて、でたくさんの人を泊めて、それでたくさんの人が火事で焼け死んだら、これ大問題ですし、許されることじゃないんです、うん、ただ普通の一軒家で僕が住んでます。一部屋空いてます。ここに人を泊めるときに同じく旅館業法の OK を取らないと違法なんだ。だから君は邪悪なことしてるって言われても、この空いてる部屋に人住むことが何が危険なのか、それが危険だって言ったら、その隣の部屋に住んでる俺は一体何なんだっていう、そういう話なんですよね。なぜその法律がそうなってないかって言ったら、法律が50年前とかに制定されてるから、まさかそんな未来が来るとは思ってなかっただけなんですよ、うん、で消費者を守るためって言いますけど、そのっていう話も聞きますけど、そんなことは全くなくて、うん、例えば自分が買った車を日本の法律だと人に貸せないんです、うん、これも海外ではもうだいぶ緩和されてるんですけど、日本だと自分が買った車を人に貸せないっていうのは、あのこれまた法律があって、あのレンタカー業法を取らないといけないんですね。でマナンバーを取って車検を頻度を高めてやらないといけないんですよ。でちょっと改めてですけど、消費者を守るって何なのかって話です、うん、車を買った僕こそが消費者なので、要は消費者同士で助けれるものを法律で全てお前ら消費者同士で助け合うんじゃないって言ってるのが今の日本の法律なんですよね、うん、でもそういう意味では今あのシェアリングエコノミー協会を立ち上げられて、それこそ政府の方々も巻き込みながら、こう政治家の方もあのゲストスピーカーも含めて来られたりしながら、一緒にこう法律の見直しっていうことも進めてらっしゃいますもんね。はい、あの頑張ってですね、あの、うん、業界の健全化を進めながら、あの正直ですね、C2C の世界、そのユーザーがユーザーに対してサービスを提供する世界において、うん、あのレストランとかビジネスとかそういった企業をイメージした現業法を頑張って適用すれば、それで安全かと言われたらちょっと違うんですね、うん、別の視点で
安全を作らないといけないんです。うん、2人あの現行の法律を守ったら違法状態、競技で言うと違法状態は解消されるんですけど、うん、それが本当にドンピシャのグッドな安全施策なのかっていうとそうじゃないんですよ。どうでしょうね。例えばライドシェアで言えば、タクシー業法に乗っとったら僕も運転手できるんですけど、正直シェアリングエコノミーをしている私からすれば、運転する人の個人情報はプラットフォーマーの方で確認したいですけど、持ってくる人の個人情報も確認すべきだと僕は思うんですね。そうですね、それね、本当そうですね。そっちの方が安全なんですよ。でもその50年前に作られた企業向けの法律だけが日本に存在して、それにコンプライすればいいっていうわけじゃないっていうことね。で、まあ、業界としてはできるだけその C2C、 そのシェアリングエコノミーでやっていく中でどうすれば安全なのかというようなことを常にその切磋琢磨してますし、情報共有もしてるんですけど、じゃあ肝心要の法律が変わるかというと、もうなかなか変わらないんですね。あのこれなぜかというとですね、例えば自宅でご飯を提供する、それで生計を立てている人が日本には今0人なんですよ。自宅でご飯を作って、そのご飯を日頃からいただいて、ローコストに家の近所でご飯を食べれててすごくハッピーという、そういったハッピーを感じてらっしゃる人も0人なんですよ。なってこう論点として上がってこないんですよ。つまり今すごく不自由なんですけど、この不自由であることを誰も体感していないので、そっか、あの圧力がないんですよ。あ、なるほど。海外で例えば民泊だとかライドシェアとかで、その当局と基本あの既存産業とその新興勢力がそのいろいろあの投票し合ったりしてるとかっていうのは、こっちのプレイヤーもいてこっちのプレイヤーもいるから初めて議論してどうあるのか正しいのかっていう議論が盛り上がるんですけど、日本は100ゼロなので議論が盛り上がらないんですね。で、なぜ海外でそんな状態になだれ込めたかって言ったら、海外の人はいやいやちょっと待ってよと、我が家でご飯出すのにレストラン業法が必要なわけないじゃんみたいな、そんな必要ないよ。例えば民泊も同じなんですよ。日本で民泊禁じられてましたけど、海外でもすべからず法律を厳格に読めば禁じられてると読み取れなくはないのに、みんな無視してやってたんですよ。へえ。でもその違法っていうと、この50年前にできた法律で、この家に俺が住んでるのに俺の隣の家に、ね、人住ましたらあかんわけないし、そんなの違法って冗談でしょっていうノリで全員がやってるんですよ。なるほど。法律が正しいのか、本来考えて正しいのかっていうので、本来考えて正しい方をみんなは選んでたんで、一大勢力になって、一大勢力と既存産業がより良い社会をデザインするためにはどうしたらいいかっていうのが初めてディスカッションしてるんですけど、日本だと本来的にどうかとかは気にせず、マスコミは違法だって言って、で国民が違法サービスはダメだって言って、つまり50年前の法律以外の世界観のデザインを一切できないし、トライアルも一切できないし、そんな世界は想像できない、そんな中に我々はいてるんですよね。なので非常に大変なんですよ。私今回上田さんのコロナ禍になってからのこう YouTube とか動画見てたんですけど、今若手のその経営者の方々をこうたくさんこう養成していこうっていうことで、やっぱりガイアックス本体もそうだと思うんですけど、まあ、一人一人がこうどう生きていきたいのかっていうことをきちんとミッションとして与えて、まあ、そこの中でそれぞれがちゃんとこうあの損益分岐点も理解しながら個々に事業を成功させていくためのこう後押しというか、まあ、ちゃんとそのフィールドっていうのを整えてあげるみたいな、そういうことをされてるんだなと思いながらこう動画も拝見してたんですけど、まあ、すごい細かいことでもあると思うけど、まあ、一方では大きな法律とかその世間も含めたこう社会の変化をあの与えながら細かいこともされてるんだなと思って改めて感心してましたが、でも本当にあのこれを機会になんか
まあ、コロナ禍ってある意味大変な時ではあるけど、大きく変わる時でもあってチャンスな時だとも思うので、はい、ぜひなんかこれをチャンスと捉えて、あの食かける、まあ、シェアエコもそうだし、まあ、シェアリングエコノミーそのものを皆さんがもっと知ってもらえるって大事かなと思ったりしています。ぜひ、まあね、このような場でも、はい、あの機会をいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。ね、あのいろいろ伝わればいいなと、あの本当イメージしてもらいたいのは、例えばマンションがあって、うん、300家族があって、うん、日曜の夜にみんながご飯作るわけなんですけど、うん、まあ、もしもこれシェアリングエコノミーが普及している世界で、この300人のご家族が全員、まあ、脳と脳がつながっているような状態だったら、まあ、どんだけハッピーなのかというのをもう本当皆さんにイメージしてもらいたいなというふうには思いますね。そうですね、私はあの上田さんとはもう10年ちょっとかな、あの世界ドリプラっていう大人が夢を語るイベントでコメンテーターさせていただいてますけど、上田さんの本当にこう一方ではすごい効率的に考えるけど、一方ではむちゃくちゃ情熱的に熱い部分のこの両極端のバランスの良さがいつもすごいなと思って拝見しているんですが、ぜひあの上田さんのブログ、あれどれぐらい定期的に書いてるんでしたっけ？あ、ブログ時々書いてらっしゃる。また皆さんに上田さんのちょっと難しい時もありますけどね、あの理解するのが。でもあの愛する資本主義についても書いてらっしゃったりしますので、ぜひ上田さんのブログも、はい、あの概要欄の方に載せておきたいと思いますので、ぜひご覧ください。今日はお忙しい中本当にありがとうございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。では最後までご覧いただきましてありがとうございました。明日の食卓研究所の石原夏子でした。上田さんありがとうございました。チャンネル登録お願いします。